皆さんどうも、高島です。今回はですね、兵庫県の県庁取材地で政令指定都市、人口150万人ほどの神戸市の中の兵庫区新海地エリア周辺を散策した時の様子、動画にアップしてまいります。前回の動画で、この神戸市の中心市街地、三宮駅から神戸駅前、そしてポートタワー、 などを巡った様子、すでに動画投稿しておりまして今回はそちらの続きの様子となります三宮駅の北側の歓楽街そして南側の商店街あとはこちらのポートタワーから神戸市中心市街地のビル群などを眺めたというあとは神戸駅周辺の市街地ですとか地下街を見て回ったという内容になっておりました 今回はその神戸駅からさらに西側、深海地方面を目指して進んでいきます。現在、神戸市の中心市街地は三宮エリア周辺となっているんですが、かつてこの町の中心市街地、繁華街というのはもっと西側にあったんですね。ですから、今回はその以前繁栄したエリアを散策するといった内容になっております。現在は 神戸駅から西側に東西に伸びております国道28号線をね市街地西に向かって進んでいるところです今歩いている道路の地下の方に鉄道が通っておりまして神戸高速線というのがあってね今もご覧のように新四福屋の横に出入り口が見られましたけれども、まあ、阪神だったり阪急だったりと 繋がっているんですかねえこの辺りのね路線私利用したことがないんですけれどもいろんな路線とつながっているようでかなり便利みたいですね。で道路沿いライフですとか洋服の青山あとロイヤルホストですかね大手のチェーン店が時々見られてあとはマンションなんかが多く建っている景観でしたがここで国道から北に柳筋という道に入ってきました。 なんと、この神戸市のね、中心市街地からちょっと西に行ったところ、今映っておりますように、大人の男性向けのお風呂屋さんが多数並んでいるエリアというのがあります。こちらが桜筋という道になっているようですが、複数の風俗店舗が道路両脇に多数並んでいて、 そしてその周りにマンションとかも普通にあって、地域に馴染んだ風俗街という感じがしますよね。このあたり、福原という地名で呼ばれているような場所であります。なんと歴史的にはですね、平清盛が先頭して、福原橋というのを短期間ではありますが、作った歴史があるそうです。 神戸開港の時に、まあこうしたエリアのね、より東側に外国人の居留地が作られたというような神戸は町でありますけれども、まあそうした方々が遊ぶためにですね、こういう夜の町というのができたという経緯があるらしいです。60ほどの店舗が現在営業をしているそうです。まあすでに三宮から西に離れたところにね、 このように大規模な風俗街が現れたということで、まあ、確かに三宮周りでなくもっとね、西の市街地が発展してきたんだろうなという雰囲気がすでに感じられておりますけれども、映像の方はだいぶ風俗街のね、端の方まで進んできた感じになります。で、この風俗エリアの撮影に関してはね、客引きの方とかも いらっしゃったのでなかなか普通のカメラ向けにくいということで、まあ、小型のカメラをねえ別のカメラ使ったのでちょっと映像の感じが異なっているかもしれませんがご了承くださいでその西側なかなか昔ながらの映画館の建物があったりその北側突然ご覧のように全外式アーケード商店街が見えてきました中に入っていきましょうこれ「港川商店街」というのがありまして 北に向かって進んででいるところです確かにね昔栄えていた感があるなという雰囲気で時代を感じるアーケード街となっております割と個人店も多くあって、まあ、もうちょっと進んでいきますとご覧のように大手のドラッグストアが見えたりまあ個人店とね大手のお店がしっかりと共存をしているかなり活気を感じるアーケード街となっている気がします。 通行人の方も大変多くいいらっしゃいますよね、まあ。これ撮影夕暮れ時ということで映像右側も複合施設ですかねミスドだったりあとダイエーのロゴですかありますけれどもこうしたところで晩ご飯を買われている方もいらっしゃるかもしれませんこちらが港川商店街というふうに看板ありますが、はい、その先ご覧くださいちょっと右側に目を向けますと急な坂が登場してきて その上の上方にもまた商店街があるというこちらふれあい通りというそうですがアーケード街終わったかと思いきやまだまだそうではないとしかも坂の上にねまた別の商店街があるという大変面白い状況となっていて、まあ、地元の八百屋だったりなんか市場っぽい雰囲気をね感じる建物というのも見られたりしますがこちらも多くの方が歩いていらっしゃったり。 あとは自転車で高速でこの人混みを駆け抜けていく方なんかも少なくなくて、まあ、さすが関西らしい街だなというね、雰囲気ですが、このように自転車の方が多くいらっしゃいました。で、またアーケードのね、出入り口が見えてきたかなと思いきや、より西側にご覧のようにまたアーケード商店街ありまして、東山商店街というふうに書いてありますかね。 より細い道幅になって地元の料理店ですとかねシャッター閉まっているところもポツポツありますがでも割合としましてはねやっているお店が多く中心市街地のアーケード商店街なんか厳しい時代であることを考えるとかなりにぎわいのあるエリアなんじゃないかなというふうに思いますけれどもねでこの神戸市の中心市街地の歴史をたどりますと以前は、まあ、三宮 のようなエリアではなくこのねまあ深海地だったりまあ兵庫区ですとかねまあ神戸駅があるようなところが中心市街地として栄えてきたようです逆に三宮は古くはね本当に穏やかなエリアだったようでまあ鉄道が明治初期にできたりあと外国人居留地ですね神戸開港のタイミングで 外国人向けの市街地が作られたというね、新しく作られた町が三宮エリアで,で歴史的にはこの兵庫区のエリアというのが長く発展をしてきた町になるそうですで今は東山商店街ですかね、まあ、北側に行ってみたり南側に戻ってきたりといったルートをたどっております。 やはり大手チェーン店がほとんど見られないというのがね歴史的に栄えてきた証であると言えるような気がしますねで先ほどの商店街の名前にもなっていた港川なんですけれどもかつてね港川という川が通っていて天井川となっていたそうなんですねまあそちら洪水の危険性が非常に高いということで 付け替え工事が行われましてそのもともと川があったところが埋め立てられて市街地形成されていったというのが新海地の街が発展をしてきた流れになるようです、まあ、それまでは天井川で東西に市街地が完全に分断されていたようですね。 映像の方は港側商店街の方をまた逆向きに戻ってきて、またこのね、映画館昔ながらの雰囲気のあるところからさらに南側に進んでいて、別の商店街がありますんで向かっているところです。その途中にもね、南円商店街というね、なんちゅうところに出入り口があるんだという商店街ありまして、なんか飲み屋とかがあるっぽいですけれども、しかも、 なんか数階建てとかになっているようで、上にこの港川公園というのがあるんですが、そこから降りていく階段みたいなものがありましたね。で、その公園の南側に新海地商店街というのがあります。こんな風にね、自転車の方、バイクの方が通り抜けられています。映像左側パチンコ店が映りまして、この辺り地元の方のね、娯楽の場となっているのでしょうね。あと飲み屋さんも見られたり。 まあ私はね今回初めてこの深海地周辺を訪れまして商店街なんかを軽く見た程度ですからまあ本当このエリアの一部しか映せていないですけれども、まあ、安宿街みたいなのがあったりねかなり大人向けのディープな建物が残っていたりと。 見どころ実際たくさんあるようですからね何度か訪れてこの深海地周辺のね、街をより知っていけたらなというふうに思いますねただこの商店街の中ですねパチンコ店がものすごい多くてそれにとりあえずびっくりしちゃいましたねまあでも本当に歴史的に川が埋め立てられて市街地ができたタイミングで、まあ、芝居小屋だったり映画館がね多数できて 東の浅草西の深海地と呼ばれるほど全国有数の娯楽エリアとなったそうですでまた国道28号線に南に進んで出てきましてその南側にもねもうちょっとアーケード商店街ちょっとね開放的なものがあったりしました、まあ、でもやはりね神戸の街並みと言いましたら三宮周辺の新しくでちょっとね西洋的と言いますか。 そういう建物が多い場所という風なイメージがね全国的にも強いですがまあ、この新海地が元々のね神戸市中心市街地の魅力が感じられる場所と考えるとまあ今回三宮神戸駅の方面からこちらまでね一気に歩いて良かったなという風に感じましたまた何度かこのエリア訪れてより深く新海地周辺のことを知っていけたらなと思っております この後は JR で宿泊地の新大阪に向かいました。ご視聴ありがとうございました。